テニス教室の久保田です。今日飯塚の方に来て、レッスンしました。今、5時でやっと、終わったところです。今日の日程終了したところです。まあ、ちょっと今からちょっと福岡の方に帰るのもちょっと、渋滞とかあってあれなんで、ちょっと動画でも撮ろうかと思っております。まあ、6時過ぎぐらいになるとね、あんまり混まないかなという気がするんで、やっぱ5時ぐらいからこっち出て福岡市の方に戻ると、あの途中混むんでね、バイパスが混むんで、ちょっといつも時間潰して、帰るようにしています。ご飯食べたりして、ね、ということで、今回はですね、コメントを読んでそのお話をします。で、内容はですね、やっぱ指導関係の、お話ですね。コメントはですね、久保田テニス教室では多くの視聴者の疑問点に答えていますが、これは YouTube 上で、超大人数のグループレッスンと無料体験レッスンを同時にやっているような感じですね。どちらのレッスンも実際のスクールでは問題が多いですが、 YouTube 久保田テニス教室のやり方だと成功しています。広告収入も入るし、テニススクールの新しいビジネスモデルですね。そうですね、やっぱり動画上げるようになって、やっぱりレッスンの依頼が殺到しましたね。で、今現在やっぱりもう12月もいっぱいになってるぐらいなんで、すごい広告の効果は抜群ですよね、 YouTube がね。だからぜひ皆さん、テニススクールされてる方たちはね、利用すればいいんじゃないかなとは思います。で、しかもそれが広告収入がもらえるってことになってるんでね、なんかもうちょっと本当よく分かんない感じですよね。もう一昔前ではもう考えられないですよね。広告やっといて広告収入もらってっていうのが、広告出してるのにお金いらないでお金もらってるっていうのがね不思議ですよね。で、まあそんなかんだで、指導側の方で最近動きの説明されてる方いますよね。滝沢さんもそうだし、この方ちょっとちらっと見たんですよね。いつもコメントされてる方で、この森シャンですかね、森シャン85さん、一応コメント読んでおくと、ラリー中に打ち終わりの形はこだわる必要はないけれど、適切な形で終わっていればその前の過程は正しかったと言えると。練習方法としては打ち終わりから逆算して形を作っていくのはありと、そういうことですね。これ気をつけないといけないのは、確かに構え、最初のスタートと打ち割りの形が正しければ途中というのは大体合うんですよね。合うんですけれども、これポイントが一つあって、その打ち割るタイミングですよね。タイミングをちゃんと見てあげないといけないですね。どのタイミングで打ち割ったか、例えば構えきれいにさまりさまりの、バックスイングからスタートしたとしますよね。で、打ち割りはベーシックなこの形で終わったとします。なんですけれども、ものすごく時間がかかって終わったとかはダメですよね。一気に引いて下ろしたらパッと終わらないといけないところを、なんか引いて下ろして前に出して戻したらでは、ダメなんで、その打ち割るタイミングとかっていうのはやっぱ大事になるんで、そこは見ていかないといけないですね。そこを間違うと、あれなんか途中正しいって言ったのに全然違うよみたいなことになるんだよね。まあそんな感じで、この、森ちゃん85さん、動画上げられてるんで先日見ました。私ただなんか本当地味な感じでいいですね地味な感じというか、ちょっと動きの説明動画を本当やろうとしてるのはよく分かっていいですね。派手なところなく、これですよね。フォアハンド、私が見たのがフォアハンドの、バックスイングの仕方、これ。テニス探究塾の小渕さんっていうんですか、テニス探究塾というテニススクールなんですかね。これ見たんですけど、こうやってフォアハンドのラケットの引き方を見たんですけれども、これインドアなんか結構立派なインドアですよね。だから、お勤めされてるんですかね、スクールに。自営じゃないのかな。このね、一人でコートを電気つけて、使えるというのはね、どういう、立場の方かわからないんですけれども、地味な一人で
されて、こういう動画を上げるコーチがどんどん出てほしいんですよね。自分はこういうふうに教えてますよっていうのをちゃんとできる、説明できるコーチで、この時 の、 一応言っときますと、バックスイングの時にこう両手で持っていくと、でなんだけどもちょっと右手に力が入って引いてしまう人は左手で持っていって右手でバトンタッチするような、こんなこういう感じでやればいいんじゃないかっていう、説明でしたよね。でそういうふうにちょっと自分で考えながらで、これですね、ちょっと一つ付け加えるとですね、こう本当はこうなんだけど右手で引いてしまうとかっていう人は左手で持ってって、で右手掴めばいいというふうに、彼は小渕さんは言われてたんですけれども、実際はですね、これ離してしまわない方がいいですからね。離してパッとできる人ってかなり上級者なんですよ。それなんでか分かります？離したらまずどこか分かんないですよね。でどこか分かんないのはもう慣れればいいようなことは言われてたんですけど、それ慣れではないんですよね。実際こう初級の人にじゃあこうやってやってくださいって言ったら、グリップ持ち間違うんですよ。例えばイースタンで持ってた人が、こうやって手離してパッと持ったらウエスタンになったとかってなってしまうとまずいん で、 でその時のやり方としてはですね、イースタンで持ってたらイースタンのグリップのまま手のひらの部分はグリップから離さずに指だけ離す、こうやってやるといいですからね。こうこれただどこにだけグリップがあるかも分かる、で、グリップの持ち間違いもない、で、力も抜けますよね。引く力使わなくて済むんでね、持ってないんでね、まずラケット持ってないんで、でこうやればいいと思いますと私は思いました。はい、まあご参考にどうぞっていうふうに、なんか、そういうのを動画を上げてくれると、私もなんか、あ、こういうふうにした方がいいのかなとか、あ、こういう見方もあるのかなっていうふうに、いろいろこうやって言えますよね。だけど、そういうのも何にもなくて、バンバン打って、じゃあこのようにやってくださいね、はい、どうぞ、しっかり構えてやってくださいねとか、しっかりボールを見てやってくださいねとかっていうのは、やっぱり、いまいちなんですよね。それはもう本当、プロの選手とかがやればいい話なんですよ。でやっぱコーチはやっぱりこういう地味な、ね、説明でいろいろアードコーダー、ね、このいうやり方はどうですかみたいな感じで、伝えていければいいと思います。はい、で、しばらく見ていなかった滝沢さんなんですけどね、ですね、滝沢さん、最近のちょっと見たんですよね。フォアハンドストローク落としで出すバックスイングの、バックスイングまでの持っていき方ですかねというのを、私見ました。で、そのよりも何本か前に三角形と逆三角形の動画も上げられてたんですけども、あれもちょっといまいちだったんですよね。でちょっと何がいまいちかというのをですね、説明しようかどうしようか今迷ってるところです何が違うか私は分かるんですけどね、まずですね、一番大事なのは何かということを考えていただきたいんですよね。このフォアハンドというか、まあ、テニスをやる上で一番私が大事だと考えているのは肩の動きなんですよ。前腕ロックが大事じゃないし、腕を下ろすのが大事じゃないし、肩で打球できてるかどうかっていうのは一番大事なんですよ。でそれをやるための方法として前腕ロックがあったり腕を下ろすがあったり、この辺のスピードをゆっくりするがあったり体の前に出すがあったりいろいろあるんですよね。でこのポジションがまず大事なんですよ。打球するまでのこの肩のポジションがね。でそこをもう一回見直していただきたいですね。滝沢さんちょっと、やっぱり前腕が混ざってるんですよね。前腕の動きがちょっとついてます。で先に上げてる方の動画の方はやっぱり結構前腕暴れてて、で最後の方はですね肩もちょっとは使ってるんですよ。ちょっとは使ってるんだけど使い方が間違えてる、んですよね。なんでもう一度ですね、バックスイング完了からの、振り出し方をちょっとチェックしていただきたいですね。
ヒント一つ、ヒントというか、まあ、ここは違うよというのを一つ、明確に言うとですね、バックスイング完了して、引いて下ろして打球しますよね。でこれスピードが違うって言ってますよね。引く、早く引く、でこうゆっくりで早く、早くゆっくり早くっていう流れにしたいんですよね。で、早く引いて、でゆっくり、どこまでゆっくりやるかですよね。どの辺までゆっくりやって、どっからスピードアップしてるかっていうところが大事なんですよ。で滝沢さんの場合はバックスイング完了して、でこの位置からあんまりネット方向に腕が進んでない状態からスピードアップしてるんですよ、ね、で私の場合はバックスイング完了してだいぶ右足の方まで来た後にスピードアップしてるんですよね。スピードアップする場所が違ってるんですよ。でその場所の違いが、肩の回旋だったり胸を使わせるかどうかに関係するんですよね。だから引いて下ろしては右足の前ぐらいまで来て、でそれから、やってくださいねっていうのをずっと言ってはいたんですよね。で体の前側にそして下ろしてないとダメですよ。手はね、ただ前に進んだだけ、ただ落としただけはダメなんですよね。どこにどのぐらい落としてくるかっていうのは大事で、でそれからスピードアップのタイミングがどっからやるのかっていうのは大事なんですよね。そこを間違うとちょっと違った動きになってしまうかなというのはあります。なのでもう一度ですね、動き確かめてください。私が、まあ、最近上げてる動画は分かりやすいと思うんですよね。フォアの高めのやつを100連発以上ずっとやってるんで、引いてどの辺まで落とした後で、手がどの辺まで、体に対してどの辺にまで来たか、コートに対してどの辺まで来たかとか、そういうのをチェックしていただいて、また練習してもらえるといいと思います。はっきり分かるのが、バックスイング完了して手がこう行った時に、滝沢さんの場合は後ろの背景がずっと丸見えの状態からスピードアップしてます。で私のはどっちかというと後ろの背景が見えなくなってスタートしてます。ここ大事ですからね。ここがもう一番大事、一番大事なところっていうのは何か、最も大事なのは肩のポジションですからね。肩のポジションさえ良ければ別に体前向いてもいいんですよ。そんなにラケット下ろさなくてもいいんですよ。胸を張ればね、肩のポジションが大事なんだよね。だからそのために前腕ロックを使ったり、二度引きをしなかったり、腕を落としたりというのをいろいろ工夫してというかで伝えようと私はしてるんで、まず肩のポジション、肩の、胸で打ってるか、肩の回旋でちゃんと使ってるか、肩の回旋の使うタイミングも気をつけてくださいね。こっから一回ひねりが入って面開いて、またひねり返しがありますからね。これこうやってこのままでいいってわけでもないし、このまま行ったら前腕ですよね。これはだからその辺も、まあ、ちょっと、チェックしてもらえればいいと思います。そしたら、綺麗な流れになってくるとは思うんですけどね、はい、でやっぱり武田さんの動画を見て思うのは、まずこういうふうに次からやるといいですよ。まず動画、打球してる動画を先に撮る、でその後に、その動画を見て、その動画に言葉をつけてって説明するというやり方をしてください。先に、言葉の説明をしといて、でその後に打球してる動画を撮ると、やっぱズレがあると思うんですよね。ズレができてしまうんですよ。なのでそのズレがないように先に動画を撮ってそれを見る、でそれに言葉をつける、その見たまんまの、言葉をつけていかないとダメですよ。でそしたら言ってることとやってることはちゃんと同じになってくるんですけどね、っていう風にしてください。でコメントの方でいろいろいろんな人が言ってくると思うんですよね。でそういう場合は、コメント欄では一切返答せずに、返信もせずに、動画で、返信するっていう形を取った方がいいと思います。その辺の、回答は動画でやるっていうのがいいと思います。その質問コメントを動画で読み上げて、いやそれはこれこれこういうことだというのを、私が今よくやってますよね。コメント読んでそれに答えるということをやってますよね。それをやった方がいいと思います。でコメント欄は一切もう返信しないというふうな、形を取った方がいいんじゃないかな。ちょっとあまりいい感じはしないんでね、はい、そんな感じで、またいろいろですね、まあ、滝沢さんにしてもその、小渕さんにしてもですね、こういう細かい地味な
動き説明の動画がどんどん増えていけばいいなと思います。他のコーチの方もね、ぜひやっていただきたいですね。もういろんな人はいろんなことを言ってくるとは思うんですけども、それはスルーしてね、ちゃんと習いたいと思ってる人のコメントはちゃんと拾い上げた方がいいんですけれども、まあ、それ以外にいろいろちょっと悪意のありそうなのも多いんでね、悪意があるんだけどその悪意を隠して攻撃してくるような人もやっぱいるんだよね。でなので、その辺気をつけて、そういうのにはもう返信一切せずに、動画で、ちゃんとこう返答するっていうのがいいと思います。はい、頑張ってくださいね。また期待しておりますので、次の動画滝田さん上げてくださいね。でもう知識はあると思うんでね、いろんな知識はあると思うんで、あとは自分が実践していく、どんどんこう、経験を積み重ねていくしかないと思います。なので、頑張ってください、はい、応援しております。小渕さんもね、で他のコーチたちもどんどん、動画を上げてください。で私の方にコメントをよくくださってる方っていうのは、こうやって私の方でも動画を紹介していこうとは思っております。はい、こういう方がいましたよ、皆さん見てくださいっていう形でね。今回は以上です。